ラジオ高等みんなで作る伝統未来水彩都市高等ラジオ高等。この番組は高等区の制作でお送りします。皆さんこんにちは、木下和則です。新年明けましておめでとうございます。新年一発目のラジオ高等には、昨年の12月に高等区長に就任した大久保智香さんにご出演いただきます。今回は区長の新年の抱負などたくさんお話を伺います。では大久保区長、本日もよろしくお願いいたします。新年明けましておめでとうございます。高等区長に就任した大久保智香です。ラジオ収録非常に緊張していますが、なるべくリラックスして臨みたいと思います。本日はよろしくお願いします。はい、さあ、大久保新区長ということで、今ね、高等区民の皆さんが大久保区長ってどんな人なんだろう、普段はどんなおしゃべりするんだろう、あとは家ではどんなことしてるんだろうとか、まあ人柄とか性格とかですね、みんな知りたがってると思うんですよ。今日はそんなお話をね、普段のありのままの姿で、話していただけるととても嬉しいです。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どんな質問があるのかドキドキしていますが、すごく楽しみですね。今日はよろしくお願いします。はい、では大久保区長にですね、まずは出馬を決意したきっかけを教えていただきたいんですけれども。はい、私東京都で30年間福祉やってきて、子育て支援、高齢者の方への支援、障害のある方への支援、はい、いろいろ自分なりにやってきた、そんな思いでいたんですが、はい、私娘が2人いるんですけれども、はい、娘に言われてしまったことがあって、はいはい、でそれがですね、お母さんは子育て支援頑張ってるって言ってるけど、いや私たち若い世代からすると、はい、そんなに素直に子供が欲しいって思える世の中じゃないって言われた時に、本当に私はショックで、今実際に出生率も下がってますし、本当に若い世代の方にとっては子供を持つっていうのが高いハードルなんだな、これもっと根本的にこう世の中を、子育てがしやすい街にしなきゃいけない、どうしたらいいのかってすごく思ったんですね。自分自身も子育てしてる時にやっぱりこう孤独感とかそういうものを感じていたので、きっと今若いお母さんお父さんで、介護も経験する中でやっぱり高齢者の方、いろいろ家族の方も含めて悩んでる、そんな時ですよね。この江東区が、まさに前区長が突然の辞任ということで、きっと困ってる方いっぱいいらっしゃるんじゃないか、でそう思った時に、私はこういう街づくりがしたい、そして、江東区民の方困ってる、なんとか自分の力でこの停滞した癖を立て直して、皆さんがもっと安心して暮らせる街にできないか、そんな思いで、今回出馬を決意いたしました。なるほど、江東区は激動の1年でしたから。そうですね、大久保区長の誕生でようやくこれで安心して、過ごせるのかなみたいな思いもありつつ、救世主ですよ、皆様の、ご支援のおかげで。でも今回の選挙戦振り返ってみて大変だったんじゃないですか。やはり江東区民の方から見ると、大久保智香って一体誰なんだ何なんだっていう、本当に知名度がないところからのスタートだったので、そういう意味では本当に応援してくださった方々のお力が大きいと思っています。江東区の未来を築きたいっていう思いはありましたけれど、それを、皆様に知っていただく、有権者の方に伝えていただくのにやはり私一人ではどうしようもなくて、いろんな方が応援してくださって、いろんな方が一緒に江東区の未来を築いていこう、そういうふうに思って応援してくださったっていうところが本当に力になったと思います。ただ5万7000人の方からご投票いただいたとはいえ、投票率が今回過去最低ということで、あと他の候補の方に投票された方も当然いらっしゃいますし、それだけ皆さんのこのなんていうか諦めの気持ちっていうのをすごく感じましたので、やはりそこはこれからのこの大久保智香の江東区長が
きちんと江東区を立て直して前に進めていくっていう姿をぜひ見ていただいて、うん、一日も早く江東区政への信頼を取り戻していきたいと思ってます。まあ、本当にね、選挙は厳しい戦いだったと思うんですけれども、まだね、区長に就任して間もないんですが、どうですか、もうプライベートの時間とかありますか？そうですね、よくライフワークバランスって言うんですけど、今はもうライフとワークが両方ライフみたいな形ですかね。はい、もう超ご多忙かと思うんですけれどもね。いえいえ、本当に私一人ではなくて、職員の方をはじめ、まあ、いろんな方々と一緒に江東区政について今話をしている状況で、本当にこれからの江東区をどうしていくのか気づいていくために本当に待ったなしの状況なんですね。時間中もそうですし、まあ、結果として仕事が終わってからもずっと江東区のことを考えてる。でもそれが全然苦ではなくて、今はそれが本当に楽しいと言いますか、はい、充実しているので、はい、逆にそういう立場に立てたっていうことを本当にありがたく思っています。はい、区長ありがとうございました。さて、今回は番組冒頭にもお話ししましたように、まあ、区長への質問コーナーを設けております。区長の新しい一面を知ってもらう、まあ、そんな機会になればと思うんですが、かなりね、パーソナルな掘り下げる質問をしたいと思いますが、よろしいでしょうか？はい、パーソナルを掘り下げる質問、大久保友果が丸裸になるのはちょっと怖いですね。まあでも、はい、どんな質問があるのか楽しみです。はい、では早速質問したいと思いますが、まず趣味って何ですか？はい、9月から実はフラダンスを始めまして、はい、最近はそれにハマってます。好きな食べ物は何ですか？お蕎麦。お蕎麦。はい、父母が四国出身だったので、実は昔はうどん派だったんですが、はいはいはい、40ぐらいから蕎麦の魅力に目覚め、はい、今は蕎麦派です。好きな動物って何かありますか？はい、犬です。犬。はい、犬です。なぜ？犬を飼っているので。犬を飼っている。はい、ちなみに飼っていらっしゃる犬の名前がマルちゃん。はい。チャームポイントは何ですか？マルのチャームポイントは、はい、まず第一に食いしん坊なところです。食いしん坊。はい、は子犬の頃から何でも食べてくれるので、食いしん坊な方が元気に育つらしいので。ちなみに犬種って何ですか？犬種はマルシーズーといって、マルチーズとシーズーのミックス。はいはいはい、はいはい、そうですか。はい、うん、好きな映画とかどうでしょう？ SF 映画が好きですね。ちょっと古いんですけど、はい、スターウォーズシリーズとか、 あれですね、バックトゥーザフューチャーシリーズ、スティーブン・スピルバーグとかね。そうですね、はい、バックトゥーザフューチャーつながりで、はい、もしタイムスリップするならば、はい、どの時代に行ってみたいですか？それはもうぜひ100年後の江東区を見てみたいですね。100年後の江東区、はいはい、どうなってるんでしょうね。まあ本当に多分それこそ自動運転で臨海部にこう車が走り回り、おみこしがグレードアップされて、53基がもっとこう増えて、例えば100基になって、それもこう宙を舞ったりしてるのかしてないのか。飛んでるんですね。そうですね、とにかくすごく発展してると思うので、さらにちょっと見てみたいですね。おみこしもね、 AI ロボットが担いでとかね。そんな時代ですかね。100年後って言うと、今この部屋にいる人もうみんな死んでますよね。はい、好きな音楽はどんなのを普段聞いてらっしゃるんですか？これが今フラダンスつながりで、ハワイアンミュージックにちょっとハマってまして。ハワイアンミュージックは癒されますね。癒されます ね、はい、いいですね。ちょっと一緒に踊ったりなんかして。そうですよね。じゃあ今もご自宅で一人フラダンスを、はい、そうですね、一人パウスカートって言って、フラダンス用 の広がるスカート、わかりますか、はい、イメージ、あれを、まあ、買ったので、ちょっと部屋でそんなの履いてみて、はい、一人で楽しんでます。鏡の前で。
そうですね、ちょっと鏡がないのでこう想像の世界で、はい、そうすると娘さんが入ってきちゃうとちょっと入ってこないでみたいな。そうですね、ちょっと人にはあんまり見せたくない。そうです、はい、まだね始められたばっかりということでね。そうですね、はい、はい、最近本とかって、まあ、忙しくて読んでないかもしれないんですが、はい、なんかおすすめの一冊とかってなんかあったりしますか。はい、ちょっと古い本なんですが、はい、アルジャーノンに花束をっていう本がありまして、その本は私が読んだ中で一度読んで、うん、もう二度目が読みづらい、うん、けれど一度は読んでほしいっていう本ですね、はい、やっぱり中身がかなり衝撃的なので、うん、ちょっと2回読むのは辛いような内容もあるんですが、うん、ちょっと一度はぜひ読んでみていただきたい本です。ね、先ほど犬好きの大久保区長ですが、自分自身をもし動物に例えるなら何でしょう。イノシシ。イノシシ、はい、ちょっとツモウシンタイプ。そうですね、まあ、あのイノシシ年っていうこともあって。あ、なるほど、はい、でまさにあのちょっとツモウシンなところも多分あると思うので、はい、イノシシだと思います。続いてね、理想の上司像。あの今回、まあ、いろいろ応援もしてくださった小池百合子東京都知事が理想ですね今は、うん、はい、政治家としてもまた元上司としてもやはりすごく視野が広くて、で決断力と行動力があって、うん、でも一番尊敬するところはやはりいつも都民のことを考えていて、うん、都庁では有名なんですよ、うん、本当にこういつ一体知事は寝てるのか、そのぐらいこういろ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 、うん、もう次はこうしたいしたいっていうのが出てくるので、うん、まあ、さっき自分もあの常に江東区のことをつい考えてしまうっていうのありましたけど、やっぱりそういう本当にこう常に江東区がどうしたらもっと良くなるか、江東区民の皆さんがどうしたらもっとより良い街になるかっていうのを、まあ、考えるのがこう生きがいというか、うん、はい、そういう意味でも、はい、例えば10年前の自分が10年後区長になっているっていうのは想像つきましたか。つかないですね、正直、はい、ただ昔からもっともっと何か自分にできることはないかっていうのはずっと考えていて。なるほど、うん、あの都庁に入ったのももともと子どもの福祉がやっぱりやりたいっていうのが原点にあったので、はいはい、まあ、本当に今お忙しいと思うんですけれども、疲れた体を、ね、癒したいとか、どこか旅行したい場所とかって今どんなところ行きたいなとかありますか。旅行したいのはですね、いろいろ考えてみるとですね、うん、月に行きたいです。月？はい。好きですか、はい、あれ大久保区長ちょっと面白いですね。なんか100年後の江東区を見てみたいとか、月に行きたいとか、いや本当にあの、なんでしょうね、やっぱりいろんないいところがあるので。月のですか。あの国内国外、はい、やっぱりいろいろ行きたいので、どこって言われるとなかなか一つに絞れなくて、そう考えた時に例えば一つどこかって言われると、ああそうか、じゃあ全部まとめて月から見ればっていうんですかね、もう全部まとめて月だ。なるほど、はい、あのどこかのお金持ちのようにこうお金を使って月にっていうことではなく、はい、もう全部まとめて月、全部まとめて月、はい、なんか妙な名言が飛び出しましたね。月に行って、はい、青い地球を見てみたいっていうところですかね、はい、そうですね、はい、青い地球とその中の江東区のここっていうのを見てみたいですね。見れますかね。見れますかね。すごいな。でもこれまで僕もさまざまなインタビューをさせていただいた中で、はい、月に行きたいっていうのは初めてですね。あ、そうですか。あまりいないと思うんですよね。そうですかね。まだまだちょっと大久保区長、はい、奥が深いなっていうのが感じましたけども、月に行きたい大久保区長は、はいはい、子供の頃の夢って何だったんですか。子供の頃の夢は結構こう人並みで、あの親が教員だったので小学校の先生になりたいと、うん、はい、思ってました。なるほど、はい、さあそしてですね、月には行けませんが100万円あったら何に使いますかね。はい、はい、ちょっと前なんですけど、タイガーマスクの方が、はい、あのランドセルを買って、うん、まあ、寄付されたっていうのが話題になったと思うんですけど、はい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 、はいはいはい、今100万円あるなら、まあ、ランドセルなり、まあ、もしくは子ども食堂なり、
はい、そういったところにドーンと。あー、なるほどね。はい、タイガーマスクさんっていうか、あの個人のところにね、はいはい、寄付するっていうね。そうですね、はい、あ、そうですか。あ、素晴らしいですね。はい、いえいえ、はい、さあ、まあ、江東区長として験担ぎとか普段なんかあったりするんですか？実は朝風呂派で。お、朝風呂派。はい、まあ、夜はささっとで、朝お風呂に入ってこう全部洗い流して気合を入れて出てくる感じです。大久保区長は朝シャン世代ですか？そうですね、朝シャン世代と言えなくもないですけど、朝シャンプーというよりは本当にあの浴槽に浸かる、朝浴槽に浸かる。そっか、当時朝シャンがブームになって、はい、そうでしたね。なぜか朝シャンプーするっていうね、はい、流行ってましたよね。流行ってました ね、 ね、はい、朝風呂。朝風呂、まあ、でも気持ちいいですよね。気持ちいいです ね、 ね、はいはい。そして大久保区長、譲れないこだわりとかって何かありますか？365日日焼け止めを塗ることです。365日、はい、雨でも曇りでも必ず日焼け止めを塗ります。あ、まあ、だからあの、ね、お肌も艶やかで、ね、選挙期間中もしっかりと、はい、はい、しっかり塗ってました。はい、素晴らしいですね。普段、まあ、お友達とか家族の間では何て呼ばれてますか？家族の間ではあのママさんって呼ばれてます。ママさん、ママさん、娘が、まあ、皆さんそうだと思うんですけど、ちっちゃい時ママ、うん、でだんだんそれお母さんになるんですけど、はい、うちの娘はお母さんっていうのがなんか気恥ずかしかったらしく、うん、ママさん、あ、なんかわかなんかママも恥ずかしい、お母さんも恥ずかしいので、ママさんですね。ママからママさんと。はい、お友達からこうあだ名とかはどんな感じですか？そうですね、友達からまあ名前で呼ばれることも多かったですし、やはりそのママになってからの友達って、多分これあのお母さんの方みんなわかると思うんですけど、名前にママをつけるんですよね。名前にママをつける、はいはいはい、例えばともかだったらともちゃんママみたいな、うんうんうん、はい、割とそういうふうに、はい、呼ばれることが多いです。おせち料理で一番好きな食べ物は何ですか？はい、数の子です。数の子、あ、はい、わかります。美味しいですよね。美味しいんです。で、それがその、もともと味付けしてそのまま食べれる数の子もまあ美味しいんですけど、はい、あの塩漬けで売ってる数の子、うん、あれを一晩水で戻して塩抜きして、うん、で、だし汁につけて、あの実はお姑さんから教わったんですけど、うん、その自分でちゃんとやった数の子がやっぱり歯ごたえが違うので、はい、あとお酒に合うので。ああ、いいですね普段お家でお酒をお飲みにもなったり。あ、そうですね、夫との晩酌でリフレッシュしております。いいですね。そうですか。それをママさんって言って娘さんが見ていると。そうですね、はい、でその隣はまるちゃんがいると。そうですね、はい、はい、で月に行きたいと。そうですね、はい、だいぶあの大久保区長のことがね、あの一部今日はね、はい、分かってきたんじゃないかなと思うんですけども、はい、今後もまたこういった形で、はい、どん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 大久保区長の魅力にね、はい、迫っていきたいと思います。ありがとうございます、はい。さて区長、もうそろそろエンディングの時間に差し掛かってきたんですけれども、最後に新年の抱負と、区民の皆様に向けてメッセージをいただければと思います。いろいろと話題になった江東区で区長がどのような目標を持っているのか、ぜひ教えてください。区長としてこれからしっかり働いていきたいと思っております。まあ、とにかく区内をいろいろ実情を見させていただいて、あと一人でも多くの区民の方と、まあ、実際にお話をしていろんな声を聞いていきたいです。で、それをもとに江東区の未来を職員の方も区民の方もまた議会の方も一緒にみんなで江東区を作り上げていく、そんな一年にしていきたいと思っています。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。はい、江東区が一丸となってワンチームになってね、素晴らしい未来を作っていただきたいと思います。大久保友香江東区長、本日はありがとうございました。本日はありがとうございました。またの出演を楽しみに待っています。みんなで作る伝統未来水彩都市江東ラジオ江東、
この番組は江東区の制作でお送りしました。お相手は木下和則でした。ラジオ江東、本年もよろしくお願い申し上げます。